サールダングルは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、シャラント県のコミューン。サールダングルは、県南部にあり、シャラントマリティーム県と接している。コニャックの南9キロメートル、アングレームの西3 8トルのところにある。サールダングルは、上流種コニャックの特急畑である、グランドシャンパーニュ地区に含まれている。1856年、 別々のコミューンであったサールとダングルが合併して、現在の名称となった。コニャックとボルドー間を走る国道731号線が、町を南北に通過している。最寄りの鉄道駅は、コニャック駅で、テル・ポワトゥ・シャラントのアングレーム、サント・ロワイアン・ラロシェル方面の路線が停車する。町全体は、シャラント川左岸に位置する。アングレームとコニャック間の地域は、 白亜紀に生じたケスタ、スゴンザックへ向けては、サントニア紀に生じた、石灰岩、そこから、南はカンパニアン紀の石灰岩となっている。コミューンの南西側は、シャラント川のシリューネ川が流れ、シャラントマリティーム県との県境となっている。テンプル騎士団が建てた、礼拝堂さんモーリス教会社コミューンと、グランプード山には、戦士時代の感情の溝が、他にも、 ガロローマ時代の遺構が残る。12世紀からあるアングルの騎士団領は、最初はテンプル騎士団に、後に聖意を跳ね騎士団に属した。城は100年戦争で破壊された。1534年、モルトメールや最後の子孫がルイドラ・ロシフコーモンタンドルと結婚し、彼らの間の子供が1586年から1587年にかけて城を再建した。 1714年の公文書によると、城には住居部分、地下室、屋根、庭園、二つの鳩小屋が含まれていた。革命歴2年バントゥーズ22日、城は6分割された。18世紀のカッシーニ地図に6つ記載されているように、この地には非常に多くの製粉書が存在していた。参照元、1999年まで、イヘス、 2004年以降は NSEE。ありがとうございます。